新上岡橋上岡橋は埼玉県秩父市大滝の荒川に架かる秩父市道大滝幹線8号の密接する2本の道路橋。下流側が急郷の上岡橋、上流側が新橋である新上岡橋である。上岡橋と新上岡橋。荒川河口から 145.1km の位置に架かる左岸川の岡本地区と、 右岸側川のカンバ地区とを結ぶ生活道路であるほか、三方神社へ物資を運搬するための馬道であった、三部山浦山道への交通手段となっている指道の橋である。橋は三部山の東側の麓に位置する。歩道橋である、急橋の上岡橋は、橋町38.0メートル、福三3.5メートルの位置景観の後半桁橋の永久橋である。高欄は構成である。 橋桁の上流側に水道管が併設されている。車道橋である新橋の新上岡橋は、橋長38.0メートル、総福院6.2メートル、有効福院5.0メートルの PC 橋の一種で、ある PC 梱包橋の永久橋である。橋の管理者は秩父市である。橋を通る路線バスなどの公共交通機関は、設定されていないが、付近を通る。 国道140号に西部観光バスの岡本停留所が橋詰め付近ある。山地に位置し両岸とも休憩斜地で橋は荒川に対し境軸が直角の向きにかけられているため、その取り付け道路が斜面に沿ってクランク状に急カーブした線形を有している。この橋がいつからかけられていたかは定かではない。国土地理院の明治43年即図。 大正2年4月30日発行の地形図153法によると、上岡橋の仮設地点のすぐ、川上側に橋の地図記号が記されており、明治末期より前にはすでに橋が架けられていたらしい。上岡橋は1963年に永久橋で仮設された。竣工当時は、大滝村に架かる、大滝村管理の尊道の橋であったが、2005年4月1日の、 合併により、大滝村は、秩父市に合併され、秩父市管理の橋となった。新橋の新上岡橋は、秩父市が事業主体となり、2004年度からの3カ年継続事業として、地方道路交付金制度を活用して施行することとなり、2007年3月に、すぐ上流側に PC ポストテンション方式による、PC 合成商板工法でかけられ、急遽より、付け替えられた。 思考会社は日本高圧コンクリート株式会社で PC の緊張材の定着工法はフレシネー工法である。急遽は新橋の開通後は両側の橋詰めに車止めが設けられて左岸側をゼブラゾーンで規制され歩行者専用の橋として転用され使用が継続されている。上岡橋より下流側を望む。周囲は 秩父多摩街国立公園の公園区域である普通地域の区域に指定されているほか特別地域の区域も近い。また、橋付近は秩父体と呼ばれる約2億年前の地層を有した山間部の V 字国となっていて山の谷合いの斜面の両側に点在する上岡地区の集落が点在する田は山林である。付近には荒川の侵食力によって形成された。 石灰岩洞窟の神場洞窟があり、縄文遺跡である、神場洞窟遺跡は1993年3月10日に埼玉県指定史跡に指定されている。ありがとうございます。